ルパン三世最新作、次元大輔役は小林清から大塚明夫に交代、声優キャスト発表モンキー、パンチ原作の人気テレビアニメ最新作、ルパン三世、BART6、10月9日より日本テレビ系にて全国放送の声優キャストが発表された、舞台挨拶で広瀬すず藤原の達也らと並ぶ小林清、写真、ルパン三世は、 世界的大泥棒あるセーヌ・ルパンの孫であるルパン三世と、次元大介、石川五右衛門、ミネフ二フコラ仲間と、宿敵、銭タ警部などが織りなすアクションアニメ。アニメ化50周年記念作品となるテレビアニメ最新作、ルパン三世、BART6 では、シリーズ作目を彷彿させるエメラルドグリーンのジャケットに身を包んだルパンが目探偵シャーロック・ホームズと対峙することになる。 シリーズ構成には大倉隆弘、各話脚本にはゲストとして辻まさき、足べた日野口秋を、港なえ、おいもりが参加する。今回、声優キャストが発表された、ルパン三世、くたばれ、ノストラダムス、1995、以来、26、年担当しているルパン三世役の栗田寛一をはじめ、テレビスペシャル第22弾となる、ルパン三世、 地の国遠のメートル ERMAID2011 カラルパンファミリーに参加した並川大輔、石川五右衛門役、沢白みゆき、ミネフ双子役、山寺宏和、ゼニガタケブ役が続投、約3年ぶりのテレビシリーズに挑む。そして、アニメ化50周年という節目に次元大介役は交代となる。 1971年のアニメシリーズ開始から唯一の初代として約50年にわたって次元大介に命を吹き込み続けてきた小林清志からルパンファミリー発参加となる大塚明夫へとバトンが引き継がれる。放送初回は小林が最後に次元を演じる作品となる EPISODE0 度期待が放送され、それ以降の放送回では大塚明夫が次元を演じることになる。また、 ハチシカラス、ヤタガラスゴロウ役を島崎信長、アルベール、ランドレジ役を津田健次郎が務めるほか、ホームズ役で小原正人、リリー役で諸星すみれが参加することも発表された。編集部、大地はじめほアニメルパン三世、PRT6 は2021年10月より日本テレビ系にて、全国放送日本テレビでは10月9、土24時55分より放送。 各局の放送日時は公式サイトで確認日 ULU 他配信サイトで配信予定、配信先情報は公式サイトに手順次公開。